いやもう急にほんと寒い。急にほんと寒い。急にほんと寒い。なんでつけ始めた途端喋り出すの。意識しすぎ。あーもうやる気なくした。もうやる気ない。もうやる気ないよ俺は。喋らないで喋らないでさ、喋ってよとか言うくせにさ。言ってないじゃん。言うよ。そんなこと言ってないよ。言うよ。あ、喋んないことなんかないだろお前。今日何だと思ってんのお前は。なんかほんと寒くない？寒いです。一気に冬よ。うん。秋はどこ行ったのよ。秋なんてそもそもないじゃん。秋なんてない。なんかさ、冬ってさ、なんかどんよりするじゃん。ちょっと気分もちょっとどんよりしてくるよね。そうだね。だからなんかやっぱ夏の方が好きなの。そういう意味ではそう思うんだけどさ、うん、暑いってどうにもできないじゃん。エアコンあるじゃん、エアコン。いや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 。来たね、ご飯。危ない、お箸が危ない。はい、わー、いいね。やべ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 。何してんのよ。いいよ。いいよ。あ、俺がこっちなのね。あ、どっちもいいよ。あ、どっちもいいけど。うん。はい。いただきまーす。いただきまーす。うん。いや、お腹すいた。うん。あ、おいしかったね。うん。なんかもうお腹空いてて。うん。ちょっと食べます。うん。うん、うまっ。おいしい。そうかだっけ。うん。おいしい。うん。だから翔ちゃん今日座高低くなる。うんね。小さい椅子座ってるからさ。おい。ぶっ壊れたからね椅子が。買わないと新しいの。うん、ちょっと足りなくない？足りる。食べちゃうよいっぱい。うん。全然足りないんですけど。いいよ。じゃあもう。ご飯おかわりしな。うん。ああ、おいしい。もうこういうのが一番好き。うまっ。今日も。うん。雨でーす。イェーイ。休みだから、雨になりました。昨日も雨。あ、なんだ。しょ、あら今のやだ。カサつよ。なんか素でこういうことやってるやつみたいになるじゃん。素でやってる。素でやってんだけどさ。やってるよよく。よくやってるよ。うん。嫌じゃん、なんか恥ずかしい。みんなやってる。みんなやってねえよ。やってる。これ、青唐辛子も入れたの？入れた。ああ、だからか、なんかちょっとピリッとするなと思って。ね、そうだね。うん。食べてよ。あ、食べる。あ、ご飯おかわりしよう。ご飯おかわりしていい？うん。どうだ？なんか体調がさ、ずっと悪くて。そう。今月入って。そう。一週間ぐらいずっと熱が39度ぐらいあって。うん、ね。翔ちゃんね。で、ご飯も美味しく感じられないしさ。うん。もう、俺多分、一生治んないなって思って。うん。言ってたもんね。うん。もう治んないだろうな、これって思って。ちょっと半分決意してたもん。もうこの体調で俺は今後生きていかなきゃいけないんだって。ほんとうるさかった、あんた。味もしないしさ、ご飯もさ。うん。どう、うるさかったの？ずーっと。俺はもうずっとこのまま治らないんだ。もう無理。治んないと思ってたもん。うん。でもよかったよね。治ったじゃん。うん。何が原因かわかんないけど。うん。病院診察してさ、薬もらってね。うん。いや、俺も体調悪かったのよ。うん。一緒に。
でもさ、なんか症状違ってるね。俺はさ、全然高熱とか出ないでさ、咳、うん、なんか前の気管支炎になった時みたいな感じ。うん、だいぶ良くなった俺も。うん、何が辛いってさ、ご飯が美味しくないんだもん。美味しさとか一切ない。うん。もう、何食べても苦く感じる。あれじゃん？鼻もさ、すごい、詰まってたしさ、うんうんうん。でもそういうのもあってさ、いつも通りの美味しさが感じられないのよ。うんうんうん。そうなんだよね。うん。よかったよ。ひょうちゃんがもりもり食べるようになって。マジで食べなかったもんね。うん、食べないよっつっても全然食べないよ。あの翔ちゃんがよ、なんか、ほっとりしたもんね。もういいよ、そんなこと言うとさ、みんなそこばっかり見んじゃん。嫌なのよ。見られる？言われたくないのよ。太ってるって言うのはもっと言っちゃいけないけど、痩せてるとかもう言わないでほしい、なんか。ほんと？なんかもういいのよ、別に。うるせんだよ、世間がマジで。もう何も言えなくなりました。そうでしょ？もう、俺無言で行くわ。うん。うん。黙々と食べる。黙々と食べて。うん。寂しいよ。俺が喋んなくなったら。大丈夫、大丈夫。心配すると思うよ。心配しないよ、ここにいんだから。しません。心配してよ。心配しない。なんで？何が？あれ、りょうちゃん喋れなくなったな、心配だなってなる。心配しません。あんなに普段喋る人が。うん。しないよ。どうよ。もう1年目のカップルだろ、そんな心配してんの。1年目でも2年目でも関係ないのよ。何その仲良く してなきゃいけないんですか？カメラの前ではそんなお前だってさ、そんなさ、普段冷たいのにさ、よく映ってるよ。綺麗にあんた。マジで。いい風に撮られてるなって思ってるよ、俺。そんなことないのよ。だっていい人だもん。結構あのね、人に興味ないの。あなたって。な、人に優しいとかじゃないの。人に優しいからそうとかじゃなくて、人に興味がそもそもないから、人に対しては怒りもしないし、っていうのは興味ないからよ。それはもう優しさじゃなくて、ただの冷たい人なの、冷徹。優しくないからね、勘違いしないで。ちょっと、勝手に俺の分析すんのやめてもらって。全くもってその通りなんだけど。そうなのよ。あのね、人に怒んないとか、そういうのっていうのは、うん、もう冷たいのよ、人に対して。人がどうだって興味ないし、だからその人に対して怒りもしないし、うん、そういうことよ。でも、翔ちゃんには興味あるから、翔ちゃんにはめっちゃ怒るじゃん。うん。ああ、美味しい。うん。足りる？足りた。ちょうどいい。ちょっとまだ全然食えるんだけど。食べなよ。何を？生ハムあるよ。生ハムとご飯で食うの？うん。うん、ご飯。もうなんでよ。食うやつ、連れてこい。ちょっと。いる、いる。生ハムとご飯で食べるやつ、ちょっと、コメント欄で。食べるでしょ？いないよ。ご飯よ。何言ってんの？ライスと、何、白米と生ハムですか？うん、いない、見たことない、そんな。ほら、舐めたけあるよ。まだこれ、ナムルまだもうちょっと残ってるよ。食べちゃうよ。うん。で、この間、でさ、旅行行ったじゃない？行った。沖縄に行ったんだけどさ、うん、久々の旅行すぎてさ、うん、もち丸もいるしさ、うんうんうん。ちょっとなかなか行けないなと思ったけど、やっぱ行くと行くでいいよね。楽しかった。うん、また。満喫した。どっか行きたい。行きたいね。うん。次、北海道とかも行きたいし、行ったことないところたくさんあるからな。海外も行きたい。ああ。韓国も行ってみたいし、あ、台湾もまた行きたいし、全然それ以外の国もね。うんうんうん、いやー、それにしてもめっちゃ食ったし、めっちゃ飲んだよね。うんうんうん、最終日マジ死んでたもん、俺。そんな飲んでないけどね。そうかな、うん、何も受け付けなかったもんな、俺3日目、体が。うん、何が一番良かった？全部良かった。うん、全部良かったよ。楽しかったね。うん。ちょっとさ、うん、これ、人の心とかないじゃん。人の心、ないっけ？うん。あの、感動とかしないじゃん。ああ、うんうんうん。そうね。うんうんうん。富士山とかも余裕でファって登っちゃったタイプだからさ。うん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 。苦労せずに。いや、実力よ。苦労せずじゃない。違うよ、若さでしょ。若さ。うん。若さだったんだけど。うん。富士山とかさ。うん。
ちょっと感動するよ。人生観変わるよって言ったけど、何も変わんない。あれよね、最初のハードルが多分めちゃくちゃ上がりすぎてたんだよ。なんかすごいよみたいなさ、ね、最初に言われたらさ、うん、そうなのよ、そうなのよ。期待していくからさ、うん、でもいざ登ってみたらまあ若かったし体力もあったし、そこまで苦労して登ったわけじゃないし、なんかみんなさ、その一週間前からジョギングしますみたいな、やってる人いてさ、全然そんなことしなかったしさ、次の日から仕事してたしさ、何なんだって思うんだよ俺。若さよね。でそれで沖縄に行って、まあ言うても感動しないかな、あ、こんなもんかみたいなとこあるからさ、でも行ったけど感動した。てか一番感動したのは、ひまわりが咲いてたの。10月最後の日。え、感動しない？そこ、ひまわり咲いてんだよ、だって。いや、俺はそこは別に感動しない。いや、だってもう咲いてるだろうなっていう感じじゃん。え、でもこの時期にひまわり咲いてんのすごくない？あー、まあ、こっちで考えたらね、いや、すごいの見たなって思ったよ。ポイントそこぐらい、そこなんだ、うん、だってさ、万座毛とかも行ったじゃん、崖の、あそこら辺は良かった。良かったよね、景色ね、なんかもうなんかミュージックビデオとかに出てきそうなさ、感じ。なんかすっごい新しい施設みたいなできてたじゃん、な、建物が。あれがいいよね。うん、全然そういうことなくてさ、ただ崖があってさ、なんかロープみたいなのされててさ、そこから見るだけだと思ってた。確かにね。そしたらちゃんとなんか手前に綺麗な建物あるし、お土産売ってるし、で、その崖を見るところもすごい整備されてて綺麗だと思う。綺麗だったね。ね。もうなんかもう中島みゆきが頭の中ずっと流れてた。銀の竜のセリの。そうそうそう。ドクターこと。こと。そう。ずっと言ってたもんね。うん、ドクターことばって言ってた。沖縄っつったらね。憧れ。よかった。足りたのあんた。お腹いっぱい。え、嘘でしょ、本当に言ってんの？本当に言ってる。痩せるよ、食べないと。大丈夫よ。大丈夫じゃん。痩せちゃうよ。痩せないのよ。